皆さんこんばんは。今回ですね、前回、ご紹介した、樽井京都のシャトルキップの旅後編ということで、もうちょっと夜遅いね、もう京都タワーもライトアップされておりますけれども、シャトルキップを使ってね、京都から樽井まで行こうと思います。とりあえず、キップはもう持ってるので、改札の方にまず行きたいと思います。それではね、最後のご視聴よろしくお願いします。この動画には直接関係ないんですけども、以前ね、有名な鉄道 YouTuber の西園寺さんがおっしゃってたんですけども、京都駅ってこちらの 京都タワーのあるね、この通りか、改札そしてホームまで全て一直線でこうできてるんですよね。これ確かにね、珍しいですし、それなんかそのつながってるホームがね、優等列車、特急列車のホームっていうことで、またね、ロマンをね、駆り立ててくれます。まあ、すみません、人のね、人の動画から勝手に抜粋しておりますけれども、自分はね、今から新幹線の、改札の方に向かいたいと思います。さすが京都駅ですね。まだ今9時40分か50分ぐらいなんですけど、まだ結構ね、通りは人は歩いてますね。ね、地元と、ね、岐阜とはもう本当大違いなんですけど、岐阜駅はね、もう今頃ね、もう人がね、ほとんどいないわけじゃないですけどね、十数人がちらほら歩いてる、まあ、そんな感じなんで、そうですね、関西の、ね、大都会は違うなっていう印象です。今回ですね、自分が利用しているシャトルキップはですね、JR 東海、樽井から、京都っていうね、JR 西日本の、電車を使わないということで、安く、乗れてるわけなんですけども、普段ならね、この京都駅から新快速に乗って、米原に帰って、東海道線乗り換えて、樽井に行くっていうことをするんですけども、今日はね、そのようなことはできません。今日も、今から新幹線と JR 東海の在来線を米原から乗り継いで、岐阜県のね、樽井まで、帰っていく、そんな工程です。いや、しかし京都タワーから新幹線のコンコースの、コンコースが改札まで何気に距離ありますね。ちょっと間に合うか心配です。このね、スーパーキッズのね、シャトルキッズ、ここのこれ初めて使うんですけど、まあ、1回使ったんでもう、ね、慣れてますけど、早速ね、改札通したいと思います。自分がですね、乗車するのは、上から3番目のこだま768号、22時22分発名古屋行き、これに乗ってね、ギリギリね、米原の、大垣行きの最終電車に間に合うという、そんなダイヤになっております。ただ時間にね、余裕はあるんですけども、ちょっとまあ早めに行ってジュースでも買って、ゆっくり休んでようかと思います。さあ、自分が乗る、こだま号が入線していきます。前半で N700S に乗りたいと言ってましたけども、今はちょっとそんなこと言ってられないので、もう来たやつに乗ります。あ、 N700 系ですね。あ、行きと同じ、おそらくスモール A だと思います。あ、これで、まずは、米原まで、次の停車駅米原まで乗って帰ろうと思います。今自分の位置はここ1号車一番後ろです。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。ここに座ります。では簡単に、ね、車内の、設備の、ね、性欲紹介をしたいと思います。でまずはこの目の前の背面テーブル、このようにそして、で、ね、前後はできますね。で A4 の紙1枚ぐらいの大きさとなってます。ここにカップの溝があって、こういう風に、まあ、新幹線の振動なら多分倒れることはよほどないでしょう。じゃあ戻します。でこちらの網ポケット、こちらの上に荷物フック、すみません、エアコンの装置で、ファイザーはフリーストップのタイプとなってますね。ここに肘掛けなのか、まあ、物置みたいなもの、肘掛けが行ってないか、今ちょっとすみません、戻します。
感覚的に倒しますね。どうでしょう、結構ねがっつり倒れますね。足元なんですけど、まあ、僕の身長が165センチぐらいなんで、まあ、その身長からしても本当十分な広さです。まあ、ギリギリちょっとやめますけど当てませんけど、興奮な感じで伸ばすことも多いと。ただこの風にフットレストは、ないですね。フットレストはありません。そしてここに電源のコンセントが、すいません、ですね、コンセントがここについてます。まあ、紹介はちょっと簡単で申し訳ないですけど、まあ、これぐらいにしたいと思います。ではね、米原の到着まで、しばらく、ね、休んでようと思います。約18分ぐらいで、終点、終点でした、失礼しました、降りる駅米原に到着しました。はい、もっと、ね、乗ってたいという気持ちはありますけどね、仕方ないですね。降りて、たるいまで帰りたいと思います。さあ米原に着きました。まだね乗り換えまで30分ぐらいありますけども、まあゆっくりしたいんで、もうね、あとこの電車もね新幹線の最終電車なんで、まあ速やかにね改札を出ようと思います。さあ小玉号最終電車も行きました。さて自分は乗り換え改札口に、向かいたいと思います。あんまりね長時間ホームにいても、迷惑になりますんで、東海道線8番線に、行きたいと思います。自分はねこれからこの普通23時見えない9分発のね大垣行き、この、ね、東海道線最終電車に乗って、車を止めている旅まで帰ろうと思います。やってきました313系、普通大垣行き、この米原駅を、ね、発着する、東海道線、上り大垣方面の最終電車となります。こちらに乗車して、旅まで行きたいと思います。おっと、ここはボックスになってるんで、まあ、ちょっとあれだね、ここも転換してここに座りましょう。いや、この電車乗るともう名古屋地区に帰ってきたなって感じしますね。もうこのシートね、もうめちゃくちゃ安心しますね。このシート、このね快適な転換クロスシート、やっと帰れます。疲れた。一応ね開始がね朝のあれ何時だ、6時、いやもうちょっと後か7時ぐらいにタリをね出たんですけど、もうね軽く15時間ぐらいやってますね。疲れた。まあでも自分の通過動画はいつもあのこういう感じで、あのフリー切符を、いや、ね、安い切符を駆使して、回っているっていうのをねなんとなく、伝わればいいかなと思ってます。それでは、ね、発車まで待ちましょう。今のアナウンスだったんですけど、敦賀方面 の北陸線の電車が大幅に遅れているってことで、この電車の、乗り合わせ、乗り継ぎ待ちを、ね、するということで、この電車も、ね、大幅に遅れるということで、23時に 9分の発車が、26分頃予定しているそうです。なんてこった。やられた。そうなるか。まあ仕方ないです。待ちましょう。どうやらねこの27分って書いたこいつが27分遅れてるそうです。現在ね虎姫駅の手前、もしくは停車中ということで、まだまだねかかりそうです。
はい、時刻はね、23時27分回ったとこなんですけども、遅れながらも、発車しました。相変わらず僕の乗ってこの一番後ろの8号車は、ガラガラです。今ね、アナウンスも鳴ってるんですけども、マイバー18分遅れて、発車しています。もう何も思いません。もう疲れた。あとあたりまで持ってきます。寒、あれ降りたの俺だけか。いや、やっと樽に到着です。寒。さて、これで今日の旅は終わりです。ちょっといつもよりね、まあ、15分近く押してますけど、まあ、今回の旅も無事に帰れたということで、非常に満足しております。大垣方面の最終電車も、出発していきます。まあ、とりあえずこの駅もすぐ出た方が良さそうですね。皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、かしよしね、グダグダのフリーキップ、シャトルキップ旅でしたけども、まあね、その間にね、別の動画作ってたんで、ちょっとね、僕的にはかなりね、頑張った方なんですけど、お許しください。結構ね、グダグダな動画になりましたけども、で、今回のね、この動画を作ってみてっていうか、この撮ってみてって思ったんですけど、やっぱり、ね、難しい。よくね、皆さんやってるなって感じですよ。そしてね、シャトルキップのね、良さ、まず1個目、まず1個目なんですけど、まず安い。通常なら多分片道でも何千だ、多分2500円ぐらいするんじゃないかな、旅から京都まで。同じように新幹線でを使ったとしたら、確か米原から特急券は確か1000円ぐらいだったと思うんで、乗車券合わせて多分2600円にかかってるんで、多くしたら、まあ、多分5000円近くかかるんで、そう思うと1000円以上は安くなって、しかも新幹線乗って行けるんで、かなりお得なんじゃないかなと思います。そしてね、当日買えるっていうのも、とてもね、メリットとしては大きいと思ってます。これ結構大事なんですね、当日買える。またね、別の切符でもね、当日買える切符、フリー切符またね紹介しますけども、そのメリットもやっぱりね、当日パッて買ってパッて乗れるっていうところです。そしてね、難点っていうよりかは、ちょっと難点の話するのもあれなんですけど、ちょっとこれはって思うのは、まあ僕仕方ないですよ、安いんでも仕方ないんですけど、まあ、そのあくまでこの今日は買ったのは軽井沢なんですけど、軽井沢から京都、また新大阪まで、まあ、東海の足しか、まあ、乗れないっていう、まあ、これはもうどうしようもないです、まあ、そういう切符なんで、急に西日本 の車両に乗りたいとか、なんか途中で行き先を変更したいってなっても、多分難しいんじゃないかなって思います。さてね、まあ、ちょっと歩きながらで申し訳ないですけど、今回の、ね、このシャトル切符往復のシャトル切符往復の縦断の旅、いかがだったでしょうか。自分はね、この切符今紹介するのにあたってね、初めて利用したんですけど、おー、外寒い。初めてね、シャトル切符っていうものをね、使ってみたんですけど、とてもね、京都新大阪に行く日帰りに行くならね、かなりね、便利じゃないかなって思います。まあ、ただね、そのメジャーな岐阜駅とかから使えないんで、これはあくまでね、この辺の大垣とかのこの性能地区だけのね、特権みたいなものになってますんで、もしね、この切符使いたいよって方はね、自分みたいに
まあ、わざわざね、この樽井とか関ヶ原とか、まあ、あの大垣とかで、買ってね、新大阪、また京都までね、新幹線使って移動してみてはいかがでしょうか。それではね、今回も、本当に長くてグダグダな動画だと思いますけど、ご視聴してくださった、ね、方いらっしゃったら本当にありがとうございます。どんどんね、こういう動画もう顔出して やってるんで、まあ、どんどんね、作っていけたらなって思ってるんで、まあ、またね、こんな感じでもよければまた見てやってください。そしてね、あの、まあ、高評価と、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。それではね、また、次回の動画で、お会いしましょう。さよなら。寒い。